ヒロさん、アンコールありがとうございます。ありがとうございます。すごい、またシャイニーコール出たね。そうですね、シャイニー、シャイニー。はい、本日のする時、長野からそのシャイニーコールが始めましたけど、はい、今までもずっとやってますけどね。やってくれてますね。もしかして、ね、はい、他の新曲があったらどうしよう。また変わるかな。まあ、また変わるの方がいいかな。こちらもいいよ。わかりました。昨日の。でも、それはその時に切ったらまた決めましょう。はい、その時に切ったから。そう。今は、いいですね、ダウンタウンベイビーがとっても新曲なので、そうですね。それでやりましょう。はい。ほいほいね。あ、そう。とりあえず。あ、残り少ない時間ですが、でも、最後まで楽しんでいってください。すごい、寂しい声。そうですね、僕たちも寂しいですけど。そう。でも、あの、皆さん約束ありませんか？今日、終わったらね、今日は終わったら、そこがないかなって心配したと思います。ありがとう。でも僕たちは生きなきゃダメですから。あー、すごい。実はアンコールで泣けたんだよね。おー、実はアンコールの予定はなかったんだよ。はいはいはい。みんなの声が出てすぎてやらざるを得なくなっちゃった。あー、なるほど。昨日言ったでしょ、これ恥ずかしい。そうですね。あ、なんか一応する話ですけど、何、僕はその話が面白いですよ。実は言っててなかったんだよ。声がでかすぎてやらざるを得なくなっちゃったけど。あとのメオ君の、はい、僕は今日皆さんの表情を見ながら歌ってて、はい、愛されている気分になりました。だからアンコールをやらざるを得なく。ちょっと聞いた。何言った？なりました。そうですね。はい、とてもありがたいことですよね。まだまだ足りない僕たちを応援してくれる皆さんにいつも感謝しています。はい、しています。これからもっと成長する姿を見守ってくれますか？はい。はい、皆さん、もう知ってる方もいらっしゃるけど、はい、僕たちの東京ドーム公演が来年3月14日と15日に決まりました。はい、みんな知ってますよね。いや、皆さんのおかげです。ありがとうございます。東京その日がホワイトデーですか？そうか。もっともっと特別な日ですね。キャンディください。ね、キャンディ？キャンディ今ないよ。はい。はい。その日、その日準備します。はい、キャンディ。そしてこれからもっと皆さんと一緒にいい思い出を作っていきたいと思いますけど、ぜひ遊びに来てください。あ、僕たちはもちろんとっても嬉しいですけど、あの、僕たちをデビューした時からずっと見守ってくれた皆さん、そしてシャイニーオールの皆さん、皆さんにも感謝、皆さんに感謝の気持ちを込めて、今ちょっと待ってよ、今なんか。ズボしてしまったけど、シリアスな話してるじゃん。そうですよ、すまん。じゃあまた。とにかく僕の話はありがとうございました。いやー、あの、トミ君の話はありがとうございます。短い言葉を長く、その通りですよね。
あの、はい、昨日は本当あの初日でしたのでダイアップみたいなあの言ってましたけど、はい、みんな泣いちゃったね、本当に。そうですね、嬉しいですね、感動して、嬉しいから泣いちゃった。すごく泣きました。そうですよね、そう、幸せの涙でした。おう、波え、出るよ今、出る今、出ないよ全然今大丈夫ですよ、今は。昨日もう泣いちゃったから。あ、今は大丈夫です。あ、今は幸せ。あ、昨日は幸せの、なるほど、今は、昨日は幸せでしたけど、はい、なんか感動して、はいはいはい、とにかく今は涙より、あ、なんか笑顔がもっといいだと思いますよ。あ、よろしく、嬉しいなぁ。とにかく皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。もっと成長している姿を見せていけると思いますので、期待してください。皆さんありがとうございます。はい、せっかくだから皆さんの近くに行ってみましょうか。はい、近くに行ってみましょう。あ、テレストテレストはい、うわー、すごい、うわー、うわー、すごいすごい。じゃあ、はい、この雰囲気を生かしてもっともっとはしゃいでいきましょうか。イエーイ。